アーサー・マッカーサー4世は、アメリカ合衆国のジャズピアニスト。父は、陸軍元帥で名誉勲章受賞者の、ダグラス・マッカーサーである。1938年2月21日、フィリピンのマニラで生まれる。この時、父ダグラスは58歳で、アメリカ陸軍を退役し、フィリピンに在住していた。両親の間に他に子はなかった。フィリピンで育ち、洗礼も、 当時父が建物の最上階を丸ごと住居としていたマニラホテルで受けた。アーサー・マッカーサー3世は父方の王子であり、彼が生まれる前の1923年12月2日に病死している。アーサー3世の長男にあたる、いとこの名前もアーサーであるが、若くして死んでいる。アーサーの名前はマッカーサー家の課長に引き継がれるもので、 三男の長男である。彼は、本来名乗るはずではなかったが、彼が生まれた当時は一世から三世とその息子まで、全員個人で、アーサー・マッカーサーが不在であり、父ダグラスが軍人として最高位を極めたことにより、実質的に、マッカーサー家の課長であったため、アーサーと名付けられた。1941年、父が、日本軍に敗れて、マニラからコレヒドール島、ついで、 オーストラリアに脱出すると、アーサーも母ジーンと共に同行した。ダグラスの司令部で勤務していた EF ジャーメイン三等軍曹が後年表した記録に収録されたオーストラリアで彼の護衛官を務めたハロルドの証言によると、この頃のアーサーは礼儀正しく貧困法制な少年であったという。1950年、両親と共に フィリピンに戻った時の姿。パンアメリカン航空機のタラップから1945年、アメリカが太平洋戦争に勝利し、父ダグラスは連合国軍総司令官として日本に着任した。この時アーサーも母と共に来日、在住した。同年、昭和天皇が GHQ を訪れた日には、大広間と続きの執務室におり、 母寺院の従者が大広間の暖炉を調整しに行く際、仕切りのカーテンを開ける役を依頼された。この年、昭和天皇からクリスマスプレゼントとして人形とキャンディを贈られている。アーサーのみならず、マッカーサーと寺院夫人にもプレゼントが贈られた。この他、アメリカ大使館近くの老舗ガング店、小林ガング店に足しげく通っていたというエピソードが残る。 1950年には、父の権限によって、横須賀から東京まで軍艦で旅行した。この時の待遇は用心の網であり、副官の SC ハフ大佐が警備の責任者として、付けられ、水夫は彼と話すことを認められないほどだった。少年時代には、太平洋戦争の英雄、大統領候補の息子として、メディアへの露出も多かった。 1978年にリトルブラウン社から発行されたアメリカンシーザーダグラス・マッカーサー1880から1964には母と共に写ったものなど多数の写真が掲載された。1950年代末、アーサーは名誉勲章受賞者の息子として無試験でウェストポイントに入学する権利を得たが軍人の道を選ばず、 コロンビア大学音楽科に入学し、同校を卒業すると、ジャズピアニストとなった。後に、アーサー・マッカーサーから改名したが、改名後の名前は伝わっていない。2000年代以降、ニューヨークに在住している。少々時代に大少々当職である、参謀総長に就任、一時的に大将に、昇進している。天皇のプレゼントを届けたのは、白筋すであった。 この時、あまりに大量のプレゼントが届いて、うんざりしていた。マッカーサーの投げやりなたように、シラスが激怒して、プレゼントを持ち帰ろうとし、マッカーサーが誤ったという事件が起こっている。ありがとうございます。